どうもこんにちは、三浦です。ルイージーマジョン2HD やっていきたいなと思います。さあ、地獄ロック工場長くやってきましたけど、今回は C の6かな、ボス戦天空時計を目指せやっていきたいなと思います。さあ、どんなやつがボスなんだろう。いいタイミングじゃルイージー君。たった今写真データの解析が終わったぞい。早速見てみるかのこれがボスじゃない？なんか体の真ん中にあるのがあれダークムーンなのかな。これは時計塔ゲートの奥、時計機械室じゃな。お化けがいっぱいおるの。こんなところで何をしとるんじゃ。ところで写真の見方は覚えておるかな。ジャイロセンサーで動かすんでしょ。 L や R で動かしても良いからの。それと ZL と ZR でズーム。ちょっと見てみようか。なんかやっぱりなんかマリオがなんか捕まってんだよね、これね。またあの袋じゃ。中に入っているのは何かの絵か。テレサはなぜいつもあれを持ち歩いているのかろう。あれ、これってなんかあのマリオを最後に助けるみたいな感じだったっけ。あの不吉な光はなんじゃ。胸騒ぎはするぞい。地獄クロック工場、まあ時計が今回のテーマだから時計にお化けが取り付いてる感じなのかな。写真の隅に映っていた光、なんとも嫌な雰囲気じゃ。ダークムーンのかけらを覆っている嫌なエネルギーにも似ているように見えるが、テレサたちは何を企んでおるんじゃ。はてなだらけでイライラするわい。もうよい。あ、これがね、これがないとボスがいる時計塔に行けないんだね。大至急時計塔のてっぺんへ行ってきてくれ。さあ、パーツね、時間かけてこの3つを集めてきたけど、パーツを忘れんようにな。これがないとゲートが開かんぞ。ちゃんと直せるかな。ポケットに入れたけど絶対無理だよねあれね。君のオーバーオールに深いポケットがついててよかったわい。ゲートは時計の針を回転させてある時刻に合わせることで開くんじゃが、はて何時に合わせるんじゃったかの。まあなんとかなるやろ。とりあえず行ってくるのじゃ。何時に合わせればいいのかわからないのか。まあなんかヒントがありそうだけど、まあ お化け関係なんで、まあ4時とかね、そういう感じじゃないかな。さあ、久しぶりにルイージーマンション2やるからね、ボスがどんなやつだったか完全に覚えてませんよこれね。次のステージの百鬼屋なんとかっていうやつのところのねボスは覚えてんだけどね。さあ、部品を元に戻して、これで治ったの。ネジとかいらないんだ。そうか、プロペラがついてるから、あのプロペラをね、オバキュームの風で、そうか、回転させんのか、あの長身短身を。さあ、何時に合わせんのか。ノーヒント、まさかの。俺多分4時じゃねえかなと思うんだけど、違ったぞ。ちょっと待てよ。なんかヒントが、ヒント何？ノーヒント。ノーヒントかい。なんか反応ないかな。え、なんかヒントあるはずでしょ。3時半とか。いや、わかんねえな。教えてくれよ。なんだヒントは。なんだ、どっかになんか
ね、なんか、あー、これか、これヒント 3？ え、これヒントじゃね、3って書いてあるよ、3、あれ7かな、37、え、37、今のがヒントっぽいな、多分ね、この部屋、うーん、わからんぞー。下のやつはなんか0って書いてるっぽいね。307307307307307703、7時30分とか、7時30分でやってみるか。7時30分ってなんか夕食の時間だね。あ、いた。なんで7時30分にしたのかよくわかんないけど、あそこに行くんだね。うわ、また謎解きですか。あ、これ上がっていってんね。ん？おお、上がっていってんぞ。コウモリ、うとうしい。さあ、上がってきた。来た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 、完璧、くもー。どっかに宝石とかありそうだねこれね。あ、なんかそこなんか行けそうな感じがする。ちょっと待って、こっちとか行けないか。おお、整備室、箱がたくさん置いてあるぞ。これはもうどうにもできないよね。おお、まさかのジャンプ。あー、思い出した、そうだそうだ、やっぱり時計がボスだったんだよ。どうお化け、どうやって戦ったかな。おおおおお、なんだ、お化けが出てきたぞ。さあ、どうやって攻撃するのか。針当たったら食らうね。さあ、どうやって戦うのかよくわかんないけど、お、なんか針動いてんね。もたもたしてるとなんかえらいことなんのかな。おお、すげえ来た。逃げて。おお、やった、ハート来た。えい、お金すげえたまんぞ。これルブリーだったっけな。
とりあえずお化けをガンガンやっつけるか。おさえた。4。あ、なんか視点が変わったよ。かわしてかわして痛い、やばい。 OK、 よいしゃー、ハード。よし、戦い方分かった。とりあえずもうこの針に気をつけて、とにかく敵を倒しまくるしかないんだね。おー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 、砂を吸い取るとか。お、端にいれば針に当たんないね、あの針。うわ、こいつ来た、来る。いや、こうしてこうして、ああ、ちょっと鬱陶しい。一応こいつが動くと下の砂が動くから、それがちょっと目安になるのかな。いやー、ちょっとなかなか吸い込めないね。おし、おびった、オッケー。ちょっと あんまりモタモタしてるとあんまり良くないような気がする。早く早く来て、早く来て。おし、おしゃれたー。おー、これ厄介なんだよね。意外と強いんだよな。一回こいつらで全滅させられたからな。ハリ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 、おし、いった。うわー、ほらやっぱダメージ食らう。おし、一人いった。こいつ、あと一人、どうしたー。おーおお、マミーできた。ちょっと囲まれてるからやりづらいね。転ばせて、いてて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 、引っ張って、よし、オッケー。突っ込んできた。さあ、引っ張って、やばい、まあ危ない。こいつもやっつけるか。転ばす、転ばした。早く早く早く吸い取って、よし、逃げて、こうして、押したー。さあ、もうそろそろあのボスのお化け出てくんだろう。来た。あ、結構ダメージ食らっちゃったけど、かわして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 、動いてれば当たんないだろう。よっしゃー、ハート出してくれんの、すげえありがたい。あー、ハート回収。85まで回復したね。さあ、これ最後、これさえこなせば、ムシムシムシー。
あれあれあれ、なんだなんだなんだ、ちょっとなんかおかしなことない今一瞬。よし、いった、オッケー。さあ、全回復した。おお、なんだなんだなんだ、これあれか。うわそうだ、こいつだ。やべーね、体力取られるやつ。ちぃ、これどうすりゃいいんだ。これ一旦こうやって吸い取るのか。オッケー、ここにもいるよね。吸い取って実体化させて、あれあれ捕まった、なんで。もうちょっと、時間がない、吸い取って。押してたー。さあ、これで全部、まだいた。これ今気づいたら針戻すことができるんだね、これ吸い取って。こうやって吸い取って針戻すことができるんだね。よし、これあれだな、あれだな、もう爆弾すぎてる。こうやって戻すことができるんだね。ちょ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 、きすぎきすぎ。さあ、模型の進むスピードは結構速いぞ。おお、なんかすげえ来てる。おお、押して吸い取った。うわあ、ちぃ、戻れ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 、ハリ、よし。さあ、まだ続くか。お、来た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 、動いて動いて動いて、痛いあ、やばい、くしゃーた、もう倒せると思ったのに。もらった。さあ、これで最後だ。さあ、あれ多分モタモタしてたら時計の針がね進んでいって、なんか恐ろしいことになってたと思うんだけど、それちょっと見たかったな。結構危ない場面もあったりはしたけどね、時計お化けウムで、あ、針進めたり戻したりすることができるって気がついたから。さてと、これ何個目だ、ダークムーン。見事憑依を捕まえたようじゃな。疲れたであろう、お茶を入れて待っておるぞ。すぐベースラボに帰るんじゃ。いやー、ちょっとね、謎解きも難しくなってきたな。結構時間かかったね、15分か。さあ、お金、あれだけお化けをやっつけたのに279、貧乏だー。
さあ、あとダークムーン2つだね。最後の1個はキングテレサが持ってるとして、次の百鬼夜行動で最後のエリアかな。なんとも変わった戦いじゃったが、いやはやお見事。さすがルイージー君じゃな。いや、キングテレサがいるエリアもあるから、あと2つエリアやればクリアかな。驚異の断末魔の叫びがオバキュームから聞こえてきそうじゃ。すぐキャッツをギャラリーに送り込むのじゃ。この 11W の W ってなんだろう。重さって、あ、まあ、重さか。ウェイトって書いてあるもんね。さて、目標金額まであと1700弱。ふむ、今度の憑依もまた今までのやつよりも強くなっていたようじゃ。もしかするとダークムーンのかけらを持っている時間が長いほど強くなるのかもしれんの。なるほど、これからわしがじっくり調べてやるわい。ではダークムーンのかけらをもらおうかの。ジビンの出番じゃな。レッツロック。このダークムーンを持っているオヤマーがね、なんか化け物になったりしたりしてね。さあ GC でゴシゴシしないと。なんかキングテレサのやつでなんかちょっと汚染されてるみたいな感じで消えた。綺麗にしてもやっぱり紫なんだね。百鬼夜行動が来たね。よしよし、また少し霧が晴れたぞい。君のおかげで調査は順調じゃ。だがまだダークムーンのかけらを全て取り戻したわけではない。この調子で頼むぞルイージー君。どれ、お化け国の様子を見てみよう。あ、あとエリア2つあるね。次に目指す場所は山の頂上。そこはオバ渓谷で一番寒いところじゃ。寒い怖い、寒い怖いか。冬物のコートはなさそうじゃな。あ、この格好で行くのかな。わしの貸してやりたいがサイズが合いそうにないわい。我慢してくれ、まだまだ先は長いぞい。温かいお茶でも飲んで体力を回して回復しておくんじゃぞ。マジか、掃除機ちゃんと動くかな、寒いとこで。さあ、じゃあ次回から百鬼夜行動やっていきたいなと思います。ボスはね、なんか氷のお化けだったような気がするんだけど、なんか爆弾を投げてやっつけるっていう、結構ね、今まで戦ってきたボスとはちょっと違った戦い方をする、ちょっと楽しいボス。あ、そうだから覚えてるんだね。爆弾をぶつけていくんだよね、確か。そう、うん。ということでね、じゃあ次回ちょっとボス戦まで、あ、ボス戦までやらないけど百鬼夜行動やっていきたいなと思います。